この時間は横浜対大阪、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはエスタディオデルマルタンガルで行われます。コンディションですが現在こちらは晴れています。好条件でのナイトゲームになります。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。横浜この試合 4-4-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、各ポジションごとの役割ははっきりしているシステムですよね、はい、サイドバックとサイドハーフの連携から中央へのクロス、まあ、これが一般的な形になってきますよね、まあ、両サイドの縦の動きが非常に重要になってきますよね。なるほど、サイドバックの上がりが重要ですね。まあ、この 4-4-2 のサイドバックは攻撃参加の機会が非常に多いですからね、まあ、スピードやクロスの精度、そして何よりも運動量が求められるポジションですよね、おそらくチーム内でも走行距離は一番多いんじゃないでしょうかね、はい、さあファーストハーフが始まりました。横浜対大阪、エキシビションマッチが始まりました。まずはこのゲームの入り方ですよね、はい、立ち上がりをしっかりと組み立てていかないと展開できなかったりミスが出たりとかしますから ね、自分たちのペースに持っていくための入り方を意識することが大事ですよね。どういった立ち上がりになるんでしょうか。ここはファールを取られます。倉田、井出口へ、さあどこに出してくる。ジュセジョン、ここはクロスシュート、果敢にオーバーヘッドで狙ったんですがここは決められません。いや、うまく反応してのオーバーヘッドでしたよね。なければスーパーゴールだったんですけどね。田代、大きく縦へ、中村俊輔、伊藤、斉藤、高尾、ジュセジョン、井出口へ、三浦、藤原へ、宇佐美、倉田へ、伊藤、ここは競り勝ちます。クレーベ、右サイド上がっていきます。裏を狙っていきます。いいボールですよ。小川へ、クロス、三浦、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。縦へのボール、宇佐美、藤原、宇佐美へ、宇佐美、宇佐美、上がっていく左サイド、中央へ、カウントまで来た、レアンドロ・ペレイラ、ピンポイントで合わせてきましたがこのヘッドは決まりませんでした。最後崩されましたよね、突破されて中央も守りきれてないですよね。今のクレーベ、クレーベからサイドのスペースへ上げてくる、大阪、ここクリアで難を逃れます。このボールはつながりません。小川、さあどうする、仕掛けるタイミングを図る、どうだ、クリア、このピンチをなんとか出します。
出口、大阪がクロスからなんとかチャンスを作ろうとしますよね。前線の中央に何人か構えていますね。なのでサイドから良いクロスを上げられればチャンスですよね、うん、高めの弾道にしたり逆に足元にぴったり合わせたりとか、はい、中の状況に合わせてバリエーションをつけるといいと思いますけどもね。なるほど、中の状況をよく把握することが大切なんですよね。そうですね、さらには相手のディフェンスが整っていない時なんかは、うん、もうアリークロスを狙ってみても面白いと思いますけどもね。はい、対応力ですよね。そうですね。頭だ、いやこのヘッドもゴールになりません。先ほども同じような形でシュートまで行ってますし、クロスから崩そうという流れは悪くないんじゃないですかね。大阪入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。長いボール縦へ、外側から攻めていく、うまいですね。横浜前半未だシュートがありません。さあクレーベ、チャンスを演出できるか。さあ右へ預けて、クロス合わせてくるか、どうする、サイドを使います。大阪、ここは一旦の流れを切ります。どうだ、来た、シュート、高尾、井出口へ、倉田、井出口へ、ジュセジョン、藤原へ、ジュセジョン、倉田、サイドへ、藤原へ、さあチアゴアウベス、レアンドロペレイラ、横浜完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどもね。小川、宇佐美、長いボールを送ります。プレッシャー、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。藤原、井出口へ、倉田、井出口へ、さあもう30分になろうとしています。宇佐美、倉田へ、高尾、大きくサイドを変えます。ここは間合いを取る、クロスを上げる、伊藤からクレーベ、中村へ、チアゴアウベス、藤原、宇佐美へ、小川対応します。三浦、
高尾、井出口へ、大阪最終ラインまでボールを下げる、ジュセジョン裏のスペースを狙う、いいボール入りますよ、倉田裏のスペースを狙う、丁寧に足元を使う、さあチアゴアウベス、どうだ、さあどこに出してくる、今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか、裏へ出るか、藤原攻撃の際は常にチャンスを狙っている選手です、ドリブルで仕掛ける、庄司、倉田へ、チアゴアウベスへ、倉田、ジュセジョン、倉田へ、サイドを使います、宇佐美、宇佐美上がっていく左サイド、中央へ、左サイド上がるか、伊藤、大阪ここは人数をかけてしのぎます、激しいボールの奪い合いです、あーこれファン、取らないですかレフリー、レアンドロ・ペレイラ、ボールを下げてリズムを作るか、ジュセジョン、井出口へ、高尾、井出口へ、倉田、そして今前半終了の笛が吹かれました、まだスコアレスです。さて北澤さん、前半振り返って一言お願いします。横浜としてはボールも回せてましたし、シュートまで行けてますから、あとは決めるだけですよね。ここまでの攻撃の形としては問題ないですよね。横浜対大阪、前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。後半キックオフです。両チームノースコアで終わった前半、後半に動きがあるんでしょうか。宇治原から宇佐美、チアゴアウベスへ、チアゴアウベスサイドを使う、もういいですね、さあ左へ預けて、宇治原から宇佐美、ジュセジョン絶好の位置で受ける、シュートー、こぼれたところを仕込む、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。横浜、まあ居場所だったりとかね、ポジショニングだったりいいところによって、こういったルーズボールも拾えるポジショニングが取れてますよね。大きく縦へ、ジュセジョン、ふわっと裏を狙う、おっといいボールですよ、足の切り替えも早いですよ、頭決まった、先制、後半にゲームが動いています。今のはあっという間に決まってしまいましたね。いや綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手を分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められてしまったら対処が難しいですからね。見事な崩しでしたね。先制1対0です。
1点取ると多少余裕が出てくるんですけど、はい、そのゆとりをどうプレーにつなげていくかですよね。なるほど、大きくサイドチェンジ、このパスがつながります。小川へ、さあワンツーから中で味方の選手が待っている。中村、中村から伊藤、倉田、ここは対応します。袴田、一旦前を取る、いいプレッシャーとこぼれてる。中村、サイドを縦に走らせます。どうだ、クロス、庄司、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。中村、横浜、ここまで全体で見てもまだシュート数が少ないですね。そうですね、スコアも1点差ですからね、もっと積極的に打っていってもいいんじゃないでしょうかね。後半始まってからまだ間もないので、主導権を握る意味でもシュートで割ることを大事にしたいですよね。緩く狙ったボール、これを拾いたい大阪。大阪としては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手に取り伊藤、なんと止めた、これは素晴らしい反応でした。いや、よく止めましたね、ファインプレーですよね。好セーブを見せました。小川、チャンスを演出できるか、足元大事に行きます。どうだ、シュート、出口、後半に入りそろそろ15分というところ、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。横浜としては今大事な時間帯ですよね。もう少しゲームを動かすならハードなプレッシャーをかけていった方がいいですけどもね。それからシュートで終わるイメージを持ちたいところですよね。中村、これはどうだ、つながります。さあどうする、レアンドロ・ペレイラ、宇治春へ、宇佐美、中村、中村へ、中村俊輔、さあグレーベ、どうする、中村へ、中村俊輔、中村からクレーベ、右サイドへ振って、中村へ、さあつながるか、出口、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。
ジュセジョン、ここは一旦バックパス、ショーズ、ジュセジョン、これはなかなかこじ開けられない。レアンドロ・ペレイラからチアゴ・アウベス、ここでファールがありました。出口、高尾、出口へ、右サイド上がっていく、一人で持っていく、上がる、ヘディング、クレーベ、中村俊輔、中村へ、中村からクレーベ、中村、いいプレッシャーです。田代、縦へのボール、伊藤、伊藤から右へ、宇佐美、ここは読んでいました。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところでしょうね。井出口、チャレンジはしません。後ろに流す、一人持ち上がっていく、サイドを走る、レアンドロ・ペレイラ、連続ビッグセーブです。小川、平田、ここは競り勝ちます。大阪、最終ラインまでボールを下げる、藤原、宇佐美、藤原へ、平田へ、ジュセジョン、長いボール縦へ、平田、浦田からのパス、井出口へ、横浜、残り少ない時間をなんとか生かしたいところですよね。そうですね、もうパワープレーで仕掛けてこじ開けていくやり方がいいですよね。まあそうやってるうちに起こるミスもありますからね、そこを詰めたいですよね。ここで丁寧にボールを扱う、上げてくる、どうだ、クリア、このピンチをなんとか出します。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。中村、横浜、タイムアップ間近というこの状況を展開していけるのか。中村、ここは守りきるしかないですよ。もったいなかったですね、本当最後まで諦めてませんよね。宇佐美、宇佐美からチアゴ・アウベス、レアンドロ・ペレイラ、チャンスを演出できるか、ロングフィードで狙う、いいボールですね。お、これいいですよ。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうという感じ出てますよね。裏へ届くか、さあチアゴ・アウベス、さあ中はいる、ジュセジョン、グレーベ、
横浜奪い返します。裏へのスルーパス、裏へ飛び出した、これ仕掛けるか、ここで丁寧にコントロール、伊藤そしてここで最後の笛、1対0横浜敗れました。1点に泣きました。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。横浜としては動きなんかを見ていてもそれほど悪い印象はなかったんですけどもね、後半にできた一瞬の隙を突かれてしまいましたね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間もなくなってまいりました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。横浜1対0で敗北を喫しています。